おはようございます。ゆういずみです。今日ご紹介しますのは、性転換手術後に膣を洗浄するための器具ですね。そういったものを紹介していきたいと思います。ラブリー S という商品になります。性転換手術が終わりますと、膣を洗浄しなくてはいけないという、そういう行為が出てくるんですけれども、それはもう必ず毎日しないといけないことになってくるんですね。女性の膣というのはもともと自浄作用がありまして、でこう体内から老廃物、汚れたものですとか赤とか、そういったものをこう出していく、そういう効果があるわけですけども、私たちが性転換手術をして得た膣というのは自浄作用がありませんの で、特に私の場合は反転法という方法を使ってますので、こう液が出てこない状態なんですね。なのでそういった時に膣の洗浄というのが毎日必要になってきます。でその膣洗浄なんですけども、毎日のことになってくると、いかにこうスムーズに簡単にできるかということが問題になってくるかと思うので、まあ、私は本当に効率的に膣を洗浄したいので、それで探した商品が今日ご紹介するラブリー S という商品になります。ではご紹介していきたいと思います。とてもいい商品ですので、ぜひ皆さん検索してみてください。まず私が手術をした病院で、これで膣を洗浄してくださいと言われた道具をご紹介したいと思います。まずはじめはこちら、これは膣鏡という器具なんですけど、これでこう膣の中を開く、そういったものですね。こちらを膣の穴から挿入して、でこちらでこのように開いて、これを回して固定する。でその開いた状態で、こちらのシリンジを使って、こちらにぬるま湯をこのようにこう吸って、でそれをこの膣鏡で開いた膣の中に注入するという、そういうやり方ですね。こちらを教わって、これで膣洗浄をしてくださいということで指導を受けて、これで最初洗浄していたんですけど、ちょっとですね、私この膣鏡を持って開いた状態で、片手 でその状態で今度はこちらで吸ってっていう、これももちろん右手で片手でこう吸わないといけないんですけど、それがちょっと私辛いわと思いまして、私もともと器用な方なんですけど、ちょっとこれは体に対して負担が大きいわということで、それでちょっとネットで探してみたんですね。膣洗浄をもっと快適にできないかなと思って、性転換手術後の膣洗浄について調べてみましたら、こちらのラブリー S という商品が出てきました。それがこちらになります。でこのような形状をしていて、でどこがどのようになっているかと言いますと、まずこちらをシャワーヘッドに取り付けるんですね。シャワールームにあるシャワーヘッドの部分を回して外して、そこにこれを回して取り付けるという、そういうものですね。でそうするとシャワーがですね、ここからこの穴からと、あとこの先から出てくるんですね。でこの穴は何のためにあるかと言いますと、この穴がとっても重要で、こちらの穴を指でこのように、この穴から出てくるお湯の量を指でこう押さえたり、ちょっと開けたり全部開けたりして調節することによって、こちらから出てくる、先から出てくる湯量を調節できるという、そういう調節穴なんですね。この穴が大変優秀です。なので膣の中にこれを挿入するときには、こちらからここをどこも押さえないで入れて、こう弱い状況で、こちらの油圧は弱い状況で入れて、で中で洗浄するときにこちらを押さえて、強め穴を小さくして、でそしてこう水圧を強くしてきれいに洗浄するという、そういうことができるわけですね。でこの穴なんですけども、四方八方にこのようにこうイチゴのようにたくさん穴が開いているので、いろんな場所からお湯が出るという。であとはこう抜くときにも、もちろん出たまま抜かれるので、その膣の一番奥の部分だけではなくて、その入り口まで順番にこう
このようにですね、こういう感じで洗うことができるというふうになっています。そういったものがこちらのラブリー S という商品ですね。でちょっとリンクを貼りたいんですけど、アダルトグッズのサイトでしか手に入らない状況ですので、ちょっとここにリンクを貼るのは控えたいと思います。興味がある方がいらっしゃいましたら、膣洗浄ラブリー S、 S はイニシャルの S ですね、ラブリー S というふうに検索していただけるとすぐに出てくるんじゃないかなと思いますので、これが大変優秀な商品ですので、ぜひ皆さんにおすすめしたいと思います。これは国内外問わず性転換手術をされた方、どんな方でも使えるんじゃないかなと思いますので、ぜひ探して使ってみてください。大変優秀な商品です。ラブリー S という商品をご紹介いたしました。